語っていうのは残酷なものなんだよ。楽しい瞬間を通り過ぎてもまだ進んでいくよ。悲しい終焉に向かって。申し上げます。ご来館のお客様で鹿島ネオ様、鹿島ネオ様、お忘れ物が届けられております。1階フロア窓口までお越しください。これからはもっと素直になりたい。翔吾くんといるとそうなれる気がするの。
の中がごちゃごちゃで、何をすればいいのかわからなくて、でも何もしないこともできなくて。食べてみて。ちゃんと分かってんでしょうね。なーにボケてんの。約束したじゃん。タモルだよ、タモル。今日の夜は一緒に生のタモルを見るんでしょ。ショウゴくん、どうしたの。あるね。
やっぱり風邪だったみたいだね。微熱あるよ。ちょっと前、下でベル鳴らしても返事ないし、携帯にかけても出ないし、きっと部屋で倒れてるんじゃないかなって思って心配で。卵がゆとお願い、どっちがいい？だって病気で寝てたから何も食べてないでしょ。だって絶対翔吾くんの冷蔵庫空っぽだと思ったからね。さっき覗いたらピンポーンだった。卵の料理、何知ってる？そういうわけじゃないけど、何が好き？焦げ目をしっかりつけた甘いやつ？それともふわっと出汁の効いてるやつ？よかった、みりん買ってきて。だし巻き卵の方ね。
の具合は。今日の夜は一緒に生のタモルを見るんでしょ。